毎度ありがとうございます。はい、シュプリームテラテラです。それではウィーク9、海外 US と EU のオンラインを見ていきたいなと思います。今週はスプリングティーが発売になりますが、どうやらね、今回のスプリングティーはあんまり評価が良くないんですよね。まあその他レギュラーアイテムも出てきますので、まあ、今週何が、売れるのか、しっかりと見ていきたいなと思います。それでは4月13日、発売日の天気です。東京、晴れ時々曇り、最低気温10度、最高気温23度。名古屋、晴れ、最低気温11度、最高気温24度。大阪、晴れ、最低気温12度、最高気温23度。福岡、曇り時々晴れ、最低気温14度。最高気温23度。今週は何買おうかな。はい、それでは間もなく12時になりますので、見ていきたいなと思いますけどね、今週は何見ていきましょうかね。結構ね、そうなんですよ、まあスプリングティーを見ていくんですけど、目玉と呼ばれるようなアイテムがなくてですね、さあ果たして、まあ、空張りですね。空張りがあんまり見れてないので、まあ、どちらかというと何が人気だったかというよりは、12時ですね、空張りを見ていきたいなと思います。 T シャツのね。はい、じゃあ更新していきます。さあ、まあ、あんまりね、今週は人気が海外でも、ないというような情報を聞いておりますけどもね、果たしてって感じですよね。まあオンラインの方はね、最近数絞ってますんで、まあオンラインでソールドなっても店舗にはあるみたいなね、そんな状況が、まあ世界各国で今、繰り広げられているというような感じですが、はい、なかなかですね。はい、来ましたね。先にアノラック見ときましょうかね。はい、アノラック、はい、まあまだ全然ある感じですね。はい、まあ季節的にどうかなっていうのもありますけどもね。はい、T シャツの方もなんか変なあれだな順番だな今回。あ、これ T シャツじゃないわこれ。T シャツ類で絞って T シャツカテゴリーからいきましょうか。その方が良さそうですね。はい、まずはパーッと見ていきましょう。こんな感じですね、空張り。空張りによってやっぱりイメージ違いますね。全然違う。ペイントTもイメージが全然違いますね。はい、UGK ですね。あ、UGK は数、5種類なのか。5色展開なんですね。はい、まあ、そんな感じになってると。まあ、見ていけよっていう話なんですけどね。見ていけよって言われそうなんですけど、まあ、ちょっとカラー展開見てみたいじゃないですか。はい、ピンラインですね。あ、ピンライン、ブラックとかグレーとか結構いい色ですね。まあ、ブルーも夏らしい。トンネル、はいはいはい。トンネルね。はい、それからなんかよくわからない、エレクトロなんでしたっけ、なんちゃらっていいですね。はい、あ、意外と白とかいいじゃないですか。あ、グレーか。はい、で、レコードティーですね。これが多分一番人気なのかな。ちょっと見ていきましょうかね、レコードティー。それでもどうなんだろう。はい、サイズはありますね。EU も全然ある。これはなんか2001年ぐらいに出た、アーカイブになってみたいですけど、もうなかなかでも、空張りはいいんじゃないでしょうか。はい。ピンクとか人気になりそうですね。ホワイトもブラックで。あ、なかなかカラーパターンはいいですね。
も見ていこうと思うんですけど、まずは空張りをさーっとだけ、本当に空張りだけ見て、はい、こんな感じですね。まあまだどれが人気とか多分ないと思うんで、US は全く動きがないですね。スプリングティーなんですけどね、どれも動いてない。マーガレット・カーンでしたっけ、カーンじゃなくて銀か、これはやっぱりブラックかグレーがいいですね。ペイントティーはどれがいいんだろうな、なんかペイントティーは私の中では結構いまいちかなって感じですね。ちょっと動きが読み取りが結構やっぱり派手ですね、この真ん中の赤色が、主張が強すぎて994と、まあ、バックだけっていう感じですけどね。はい、これかな UGK どうだ。あ、 US は残ってますね。後ろの空張りこんな感じですね。はい、EU も残ってる。あら、全然。さあ、 T シャツちょっと外れましょうかね、一回ね。ニューで、パッと見ましょうかね。ソールドなってるアイテムあるのかな。US でソールドになってるのダブルニーのゼブラどうだ。ダメか、ダブル2もダメか。ダブル2のゼブラさんは、あー残ってますね。今週ほんと未だかつてないぐらいの過去最悪、まあ、こんな言葉やめておきましょう。スプリングティーね、この辺りはシンセサイザー残ってる。なんか US が遅いですね、すごく重たい。残ってますね。は、全然もう6分ですけどね。ソールドになってるのが全くないんだけど、サイズ掛けはあるけど、え、何がソールドしてるのこれ。もうちょっと US の画像が遅すぎても腹立ちますねこれ。すいませんねこれ。トラジャケですよ今見てたのね。これはひどいな、今週。これは未だかつてないスプリングティーですよ。全くと言っていいほど動いてない。フーディー。うわー、動いてない。全く動いてない。画像が遅すぎて腹が立つ。これロイヤルですね。グレイ、ブラック。ちょっとこれ更新しようかな、一回更新しますわ。ちょっとね、さすがにこれ、え、何も売れてこんなことあります？今までもう8分ですからね。うわあ、これはどうなんでしょう。何か一つでもソールドになって
くれない。意外とこれのあのナチュラルとかいい色ですね。これがセメントっていうカラーか。あんまりだな。と個人的には思うだけですよ。個人的にはね、ナチュラルの方がいいかなと思いましたね。このパターンだと。なんかでもピンク多めですね。女性意識した感じで。お、ソールドなってる。あー、ワークシャツ。あ、ワークシャツがソールド。ワークシャツソールド。ちょっと残ってますね。白は。ブラックと、ライトネイビー。これがソールドしますね。これが早かった、比較的。まあね。ワークシャツも半袖の似たような色持ってるんですよね。他はワークシャツだけ数が少ないのかな。ちょっとちょっと分かりませんけどね。コットンシンチパンツ、我らがコットンシンチパンツ、残ってますね。夏用ですからね、これ一応夏用のパンツですから。コットンシンチパンツ、履き心地はどうかは分かりませんけどもね。画像の取り込みが遅い。これブラックですね、はい、全然ですね。さあ今週は本当にショートパンツはどうですか。ショーツは残ってますね。はい。いやーこれはひどいな。これはもう過去最悪かもしれないですね。ポケティ、定番なんで、これはね、別にこうなんでしょう。いつかはそれなりに売り切れていくって感じなんでしょうけど、まあ、速乾はしないでしょうけどもね。日本じゃ、9900円ですかね。赤タグで9900円なんで、まあ、まだ持ってない方はぜひって感じですけどね。まあ、別に当日じゃなくても、まあ、買えるアイテムではあります。人気がないというわけではないので、いいかなと思いますけど。ピンラインね、こんな、悪くないですけどね。ちょっとインナーに着るぐらいだったら、でもちょっと弱いですよね、シュプリーム。専門家みたいな言い方してますけど、全然なんですけどね。すいません本当。いやーこれはあそう、オンラインも絶対数少ないはずなんですけどね。アノラックは、アノラックはアソールドなりましたね。はい、アノラックのアロナックはそれなりに売れてってますけど、はい、10分超えたぐらいですかね。 US が、 EU は全然残ってますね。まあ、これがね、これがまあ私のライブ聞いていただいた方わかると思うんですけど、90年代のオールドギャップともう全く、類似しているっていう感じでね。まあ元ネタがそれなんじゃないかって言われてますけど、まあ、日本ではどうなるんでしょうね。どうなんでしょうね、その、まあ、サンプリングして作った服っていうのは、
まあ、ヴィンテージシャツとかね、まあ、ヴィンテージのデザインを、持ってきたっていう感じなんでしょうけど、好き嫌いが分かれそうですよね。いやそんなの嫌だっていう人とね、いや面白いから欲しいなっていう人と、まあ、あとはまあデザインそのもの自体が、好きでみたいな、そんな方もいらっしゃるでしょうし、まあ T シャツはとりあえずこれとりあえずひどいですね今回。これは、あこれも S が、完全に残ってますね。ワークシャツもまだ白残ってるもんなこれ。はい、そんな感じですね。なんか見た感じは本当にソールドしてないですね。速乾もないし、あキャップ類見ときましょうか。キャップ類もね、キャップ類どうでしょうか。 UGK こんな感じ、かっこいいですけどね、普通に普通にかっこいいですけど。あダークレッドがソールドしてますね US、あブラックもソールド、あキャップはソールドしていくんだ、かっこいいですもんねこれね。UGK アンダーグラウンドキングスでしたっけね、ちょっと忘れましたけど、もっとちゃんと知ってたらねって感じなんですけど、レオパードの、ベルベットキャンプキャップですね。ベルベットっていうところがねちょっとこれから被るにはちょっと暑い感じがしますよね。はい、まあやっぱりデニム生地とかそういうのがこれからは人気になっていくんじゃないかなと思いますけど、デッキですね、デッキも見ときましょう。はい、マーガレット・カーンですね。これほんと出ないな US、 ちょっとイライラしますね、遅すぎる、あまりにも。はい、まあ、こんな感じです。スケートで調べるその方が早いや、まあ、両方残ってると、で残ってますよね、はい、まあ、両方残ってるという感じで、まあ、今週一番早かったのはワークシャツですね。マーガレット・カーンの、まあおそらくネイビーとブラックが人気になっている。ただ T シャツについてはそんなにまだ動きがないっていうことなんで、なんか微妙ですよね。T シャツは全然売れてないですね。このブラウンなんかひどいですね、これね。このカラーパターンはなんで選んだろうって感じがしますけど。余計怖く見えますよね。ね、まあブラックか、見た感じはもうピンクなんか怖いしね、ネイビーかなーって感じですね。ブラックかネイビー、そんな感じですね。まああとは特に、まあこれがソールドになってますね。はい、こちらがでも EU は残ってます、EU はまだ残ってます、こんな状態ですね。はい、まあぼちぼちと完売していくのかなというような感じですね。はい、まあカラーパターン、ぜひ参考にしてみてください。はい、また明日ライブで、しっかりとカラーパターンなんかはご紹介していきたいなと思いますので、お時間ある方はぜひよろしくお願いいたします。
これ見とこう。これ見てなかった。いやもう US が US が遅すぎて、でしょうね、うん、まあ前評判通りというような感じでしょうか。はい、まあ、ちょっと寂しいスプリングティーになりましたが、ステッカーセットなんかも出るみたいですんでね、まあそのあたり楽しみにしていきたいなと私は個人的には思っております。最後サイズ表ですね。はい、 T シャツも出てるかな。T シャツも、出てそうですね。出てないか。あ、T シャツも出てますね。スモールボックスロゴ T かも。トップス、あ、出てますね。はい、こちらが T シャツのサイズになります。まあ、多分いつもと一緒だと思いますけどね。はい、インチ表記になってますので、2.54 かけてください。はい、という感じで今日はこの辺にしておきましょうかね。はい、日本は果たしてどんな週になるんでしょうか。また楽しみにしていきたいなと思います。それではおやすみなさい。